時間なんで始めましょうかね。やっぱディスコードで賑やかしてもらえると嬉しいです。なんか誰に届いてるか心配になってくるから。あと音が悪いとかもしあったら教えてください。まあもう悪くても僕直しようないんですけど、はい、よろしくお願いします。で、ちなみに画面共有されてるから画面は見えてるんですよね。うん、見えてる。見えてる、見えてる。はい。今、ノーションが開いてます。はい。じゃあ、ちょっと、第2回 WebGL 勉強会、ゆるく始めたいと思います。第1回から、1ヶ月も空いてしまいました。本当は、もっと、何回もやりたいんですけど、いかんせん、すごい準備が大変でして、結局、こんなスパンになっちゃいました。で、まあ、今日のテーマとかもいろいろあるんですけど、まあ、今日は一人じゃなくて、ゲストをね、呼んでいるので、ちょっと、一旦、ホクレさんに来ていただいてるんですけど、ホクレさん、ちょっとご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。はい。よろしくお願いします。Twitter 名で、ホクレっていうアカウント名で言ってるんですけど、普段は、ウェブ制作会社に勤めてます。で、プライベートで結構、まあ、3JS を使った、まあ、いろいろなんか作品を作ったりしてます。で、今回その、まあ、ハーラボさん の, そのサイトの、まあ、クローンエフェクトを、まあ、題材に選んでもらって、ここに呼んでいただきました。あまりなんかこう、喋りがうまい方じゃないんで、そこは温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。喋りに関しては、その僕も全然全くなので、まあ、ゆる勉強会なので、まあ、世界一ゆるくやりたいとは思ってますんで、あ、ディスコードにね、熱烈なファンがありますけど、あでも、ホクレさんは、まあ、皆さんご存知、まあ、WebGL を、結構勉強している方は、結構目にする、ツイッター上で目にする方がすごい多いと思うんですけど、まあ、結構、いろんなサイトの作品をこう実装、まあ、クローンして実装、実際に実装して GitHub に公開されてたりとかっていうこともすごいされてる方で、まあ、あと、そうですね、僕、キータの記事をすごい覚えてるんですけど、はい、未経験、フロントエンドの未経験からどうやって WebGL 勉強したのかみたいな記事を以前書かれてましたよね、確か。そうですね、かなり前なんですけど。あれちょっと、あれ僕好きで、皆さんぜひ一回目を通していただければっていう感じじゃないの、これ。眠ったさんって。あ、これですね。皆さんこの記事もぜひご覧いただければっていう、まあ、僕が宣伝してますけど、だから そう考えると、まあ、僕ちょっと思ってたのが、やっぱその、WebGL 勉強したい人、マスターしたい、できるようになりたいって人がすごいいっぱいいると思うんですよ。はい。まあ、特にこの会に参加する方は。で、そんな方にとって、やっぱそのこの勉強の仕方っていうのはかなりモデルケースだな、みたいなふうに、ん、ふうに思ってて、まあ、問いつつ、やっぱ結構、3JS を勉強して、じゃあいざサイトをクローンしようって考えると、やっぱ結構、まあ、僕としては、いやー何から始めていいか分かんないっていうのは、すごいあるなっていうの感想があるんですね。はいはい。なんで、まあちょっと今日は、詳細に入る前に、なんか、こう実際に、こう、そうですね。じゃあまず、なんで、こう、サイトをちょっとクローンしてみようみたいな、そういう練習をしてみよう、実装してみようみたいな発想に至ったのかみたいなことからちょっと聞いてみてもよかったりします。お？まあ、取っかかりみたいなところですよね。そうですね。取っかかりみたいなところです。まあ、まあ、その昨年末ぐらいに、ジュニさんが結構すごいサイトを公開されたじゃないですか。ああ、ジュニさん。はい。素晴らしいサイトです。その実装された方が、その、実装記事をまとめていただいてて、で、それもすごいもう公開されてて、はい。で、ソースコードも公開されてて、はい。それを見ました。ちょこちょこ読んでたんですよ。はい。で、
その中で、その演出の中で、そのバクのその 3D モデルがあって、はい、その 3D モデルの中にこう背景が映り込んでるっていう、まあ、演出があったんですね。はい。で、それをちょっと勉強してたんですね、前。事前にというか、そのハーラボのエフェクトを作る前に勉強してて、はい。はい。で、ちょうどその、まあ、それきっかけでというか、その知識は結構新しい状態で、まあ、このハーラボさんのサイトを見させていただいて、はい。あ、じゃあちょっとちょうどいい、使えそうだからやってみようかなみたいな感じで、やったのが結構とっかかりの部分。ちょっと使えそうだからやってみようかなの、その、もうコンビニ行くぐらいのテンションで作っちゃってますけど、それがすごいっすよね、まず。いや、でもなんか僕は、まずビビっちゃうんですよね、こういうの見て。はいはい、うわ、なんか屈折とか、ガラスっぽい表現、めっちゃ難しそうって思って、いや、俺には無理だって、もう割と物おじして、自信なく、無理かなって諦めちゃうんですけど、そこで一回やってみようっていうのがやっぱ、すごいですよね。そうですね。まあ、でも自分もその、なんかこうやってみようって思って、成功することがほぼないですよね。ああ。で、まあ、成功、こうやってなんか、ちゃんと作れるケースもあるんですけど、やっぱりなんかそのやってみないとわからない難しさみたいなのがあって、はい。ただ、ちょっと、それは挑戦しなきゃわからないことで、ああ。とりあえずなんかやってみるってとこからまず始めてるんですけど。いや、それすごい大事っすよね。いや、なんかちょっとそれ聞いて、なんか僕が喋ってもあれなんですけど、それ聞いてすごい思ったのが、なんか、はい、僕なんか全部答えが分かった状態で、はい。つまりゴールが見えた状態じゃないと、なんか実装できないような性格になっちゃってるのかなちょっと思って、なんか例えると、例えばなんか数学の勉強するときに、もう先に答え見ちゃって、はいはいはい、そっから、あ、こういうふうに解いてるんだって勉強するタイプなのか、でもフォクレさんは違って、多分数学の問題に出会った、難問に出会ったときに、まず答え見ないで、一回自分はこうやって考えると、実装してみるというのを一旦考えてから答え見るみたいな、っていう考え方、なのかなって思って、そういうところってありますか？そう、でも自分結構なんかその答えがあるなら答えに、まあ、すがりたいみたいなところもあるんですけど、やっぱなんかそれだけだと、どうしても、こう、勉強材料が足りなすぎるというか、はい、あとなんか、なんていうんですかね、なんか答えが分かってても、その、プロセスとか、あと考え方が全然分からないっていうことが、かなり多いんですよね。WebGL やってると。なんか、そのソースコードは公開されてるけど、意味が全然わからないみたいな。ですよね。になって。ですよね。そうですよね。やっぱりそこには、はい、そうですね。自分の解釈が必要というか、はい、自分の持ってる知識の中で、まずはやってみるっていうことが結構大切だったりしますかね。そうですよね。なんかフラグメントシェーダーとか、なんか5行ぐらいしか書いてないのに、この5行にその壮大な物語がその中に入っててみたいなことがすごい多いですよね。そうなんですよね。でバックグラウンドにあるのはその人の、まあ、経験だったり知識だったりするんで。はい。いや、そうですよね。だから、まあ、そういうのもあってこの WebGL ゆる勉強会はその辺を議論できるようなこう場所にしたいっていうのは一個あるかなっていうのはすごい感じてますね。はいはいはい、あ、で、ディスコード見たら、お二人とも声が良くて羨ましいって言われてますよ。全然良くないんです。やったぜ。これ自信持っていいんですかね、じゃあ。はい。で、まあ、話飛んだんですけど、で、サイトクローンするときって、なんかどれぐらいのお時間でできるような感じですか、オクレさんの場合。はい、でもなんかその全体的に全部クローンするわけじゃないんで、あ、はい、まあ、時間的には長くても2日とか。2日ですか。あ、そうなんです、ね、2日ってめちゃくちゃ早いっすね。
逆にその2日以上かかる場合はもうなんか1回やめちゃうというか、更新が見えなくなっちゃうんで、見えないことが多いんで。沼にはまっちゃうと。そうですね、1回その離れちゃう感じですね。ああ、そうなんです。いや、僕もなんかこのサイトのこの実装調べようって思ったら、いや、なんか多分5日間ぐらいかかるんですよ。はい、はい、もうわけわかんない、わけわかんないっつって。だから2日でとりあえずパーってやっちゃうのやっぱすごいなって思います。あ、小人さんも言ったら早すぎっつって。うん、早すぎ、うん、はいはいはい、あとはなんかその時わかんなくても結構、はい、寝かせてると分かることが結構あって、はい。その時なんかもう一回チャレンジしてみようかなみたいな。なるほど。寝かせるの皆さん大事みたいです。そうですね。でも僕一回考えちゃうともうずっとそのこと考えても、案件も手につかないって一番良くない状態なんですけど、執着しちゃうと。でも一旦執着を捨てて、はい、ある日、シャワー浴びてたら、なんか、あ、そういうことだったのかって分かるみたいな。そうですね、なんかお風呂でよく思いつくことはめちゃくちゃありますね。あ皆さんお風呂入りましょう。そうですね。他のことやってるうちにこの前離れたやついけるかもってなりそうって小人さんも言ってますね。ワイはならないって言ってますけど、なる人とならない人がいいです。 WebGL はカレーと同じだった。え、あ、寝かせるといいってことですね。そうですね。はい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 。いや、ちょっと難しいよ、これ。ちょっと今難しかったな。寝かせるといいっていうことですね。はい。すいません、ちょっと、はい。雑談っぽいことも、これ結構大事だと思うんで、ちょっとお話しさせていただきましたと。はい。皆さん、こんな感じでいいんですかね。はい。ゆるくいきたいと思ってますけども。はい。で、あ、フォグさん、ありがとうございます。はい。はい。で、まあ、ちょっと概要に戻るんですけど、まあ、今回、アーカイブに残すかどうかなんですけど、まあ、ちょっと配信してから決めようと思います。はい。はい、そこ皆さん、ちょっとご了承ください。これ、僕、今、パソコンでやってるんですけど、仮に、コンプラ情報が急に乗り出したら、終わりなんで、いや、まあそうならないようにしてるんですけど、はい、まあ、あとで動画編集すればいいさって感じなんですけど、ちょっと動画編集まではきついんで、ちょっとアーカイブに残すかどうかはちょっと本日の内容であったり、まあその他いろんな要因で決めさせてくださいっていうのは、ちょっと皆さんご了承ください。はい。で、ちょっと今日のテーマにぼちぼち入っていこうと思ってるんですけど、まあ、元のサイトまあ、こちらですね。アンシフトの長谷川さんのこのすんばらしい実装ですね。はい。で、これがモデルとなって、で、コクレさんがまたいろいろ実装してっていうような形になってます。コクレさん、ちなみにこれ最初見たときに、はい、あ、こういう実装なのかなっていうのは、もう、このサイトを見た時点でなんとなく見当はついたものなんでしょうか？そうですね。なんかその一番最初にやった方法だと、はい、今回その、参考にしていただいたソースコードの方法だと、はい、実はこの全く作り方が違かったみたいで。あ、そうですよね。ディスコードで発覚したんですけど。はい、自分はそのやっぱというか、その 3JS を使って、こう、スフィアを置いて、そこにこう投影していくような感じなのかなって思って、はい、まずその方針でやろうかなと思って作りましたね。いやー、そでもそれ見当つくのやっぱすごいな。さっきも言ったんですけど、そのさバックグラウンドにあるのは直前にそのジュニさんのコードを見てたっていうこともかなり強くて、まあそう、それ、そうですね、まあそれでもっすよ。いや、でもすごいなって、はい。あとは、その、これ見たときに、背景の画像が、こう、スフィアに、真ん中のこう、なんていうんですかね、このウォーターの部分にこう映り込んでるんですけど、はい、こういう映り込みとか、
背景の画像に対して何かアプローチしたいような時は、ドム側でこう画像を置いてもできなくて、いや、そうですよね。そうですね。そうすると、まあ、全部、まずキャンバスの中で、WebGL のキャンバスの中で やられてるんだなっていう、まず検討がついて、はい。あと、その真ん中の、まあ、自分はそのスフィアを使おうと思ってたんで、そのスフィアの中に、このテクスチャーっていうか画像を映し込むっていうことが、まあ、シェーダーを使ってこう、なんはい、テクスチャーベースで渡さなきゃいけないんで、そう考えると、オフスクリーンレンダリングしなきゃいけないみたいな。うん、ある程度、こう、なんか設計ができてくるんですよね、こう見てると。ああ。なるほど。で、見て、もう、あ、まあ、こういう順序を踏んで、こういうロジックでできてるのかもしれないな、みたいなことが見て、そうですね。まあ、見て、その、まあ、板ポリに、まず背景画像を映し出して、はい。で、真ん中にこう、スフィアを置いて、そのスフィアにその背景画像を入れ込むっていう感じですかね。はい。実装の流れとしては。大まかな今の実装の流れを、今、北部さんにご説明いただきました、皆さん。はい。うん。あ、アンシフトさん、北部さんの実装の方が全然難しいこと、やってたと思いますみたいなことをコメントされてますね。うん、ただそうですね、オーバースペックといったらオーバースペックなんですよね。一回オフスクリーンレンダリングしてる分、なんかやっぱパフォーマンス的にはすごく悪くて、あ、この演出、そのハラボさんの演出に限って言えば、あの一つのフラグメンションとシェーダーで最終的にできたんで、はい、さすがだなってすごい思いました、ね。あ、そうかって。そう、あの、アンシフトさんのオリジナルの実装方法は、確か、まあ、遠近感のないカメラを設置して、で、もうフラグメントシェーダーで、まあ、要は、シェーダーゲー的に、うん、要は、2パスじゃなくて1パスでレンダリングしてるっていうことですよね。そうですね。はい、そうです。はい、っていう違いがあるんです。でも確かに、モバイルとかのことを考えたら、そのフラグメントシェーダーだけで全てを完結させた方が多分軽い、処理が軽いっていうことですよね。そうですね、多分、はい、僕もなんとなくで喋ってるんですけど、だから今回のおくるさんの方も用意していただきます。こっちの方は、もう 3D オブジェクトがあって、だから先に背景を描画して、で、それをテクスチャ化して、そのテクスチャを使って、この球体というか、うん、これを、レンダリングしてるから、2回レンダリングしてるっていうことですよね。そうですね。はい。っていうことなんです。で、それ場合によってはちょっと重くなるかもしれないっていうことなんですね。これちなみに、これアンシフトさん、これ答えていただけるかわかんないですけど、でもそういう方法もあって、でも重いからフラグメントシェーダーの方がやっぱいいよねみたいな判断があったんですかね。急なアンシフトさんに質問してますけど、うん、っていうのはちょっと気になりますね。でもこれってデザイナーさんがこういう表現やりたいっつって、そこから始まった実装なのかな。でもまあそうですよね。そういうの結構気になりますね。はい。ちょっと、まあでもこれクライアント案件なので答えられないこともまあ、あると思いますのでっていう感じなんで。だから、方法は2つあって、で、まあ今回主に説明する方は、まあフラグメントシェーダーの方ではなく、2パスでレンダリングする方を、まあ、北斗さんと一緒に追っていければなっていうふうには思ってます。はい、お願いします。はい、両方追ったら多分時間なくなっちゃうっていうのもあって、ね、はい。いう感じですね。なんで、
で、皆さん一応ソースコードはですね、GitHub の方に、まあ、僕が、まあ、2番煎じなんですけど、これは2番煎じで、まあ、マウスのインタラクションとかなくしたりとか、まあ、あとはバンドルツール、まあ、Webpack とか B とか、ビートとか使わなくてもいいようにしたソースコードを一応入れてますんで、まあ、皆さん、もし、まあ、もちろんフォクルさんのやつでも、もちろん全然いいんですけど、まあ、お手元でも、ぜひ実行していただければなって思います。と、言いつつ、ちょっとアンシュースさんが入力中だから、ちょっと 待ちたい気持ちが すげえあるんだけど プレッシャーをかけてるみたいで、本当申し訳ないんですけど。じゃあ、進めようかな。あ、小平さん、きっと、いわゆる貼ってくれてありがとうございます。で、これみんな、僕の方でいいか。いや、これ見ながら。これ、ホグさんのオリジナルのやつなんですけど、まあ、まずこれ最初考えたときに、まあ、この背景が歪むっていうのは、まあ、そもそも、まあ、物理的なことを考えると、それ屈折っていうことですよね、これは、まず。そうですね。屈折 っていうこ屈折現象ですね。と、屈折現象ですね。っていうことは、つまり屈折をちょっとだけ理解しないといけないということに、なりますっていうのが一つと、まあ、あとちょっと端の方というか、まあ、ちょっと色が歪んで見えますよね。色そうがですね。歪んでというか、まあ、RGB シフトと言われるやつでしょうか。まあ、これも元をたどると、まあ、屈折っちゃ屈折ってことになるんですよね。考えてみれば。そうなんですかね。なんか ちょっとわかんないんですけど でもまあ、一そう応、か、そうですね。僕、ちなみに皆さん、僕、高校の頃、生物だったんで、で、もろ文系だったんで、僕が、少なくとも僕が今から喋ることは、なんか、突拍子もないことを言ってる可能性があることを、ちょっとご了承ください。で、ちょっとですね、今、Mac の GPU が一旦悲鳴を上げてるんで、こっちの方ですか。アンシュートさんの、答えいただきます。パフォーマンス的にはでも何とも言えない。ホクレさんの、まあ、実装方法、思いつかない。そうなんですね。でも水の表現を使って歪ませるから、フラグメントショーだけでできそうっていうとこから発想が始まってるっていうことなんですね。スタートが違うって感じですね。いやー、やっぱ開発者によって。そうですね。なんかその時の、なんか自分が持ってる発想というか、トレンドというか、に結構左右されますよ。いや、でもそれでも、でもやっぱ僕これで面白いなって、また脱線しちゃうんですけど これ面白いなと思ったのが、その水を歪ませるっていう題材があって、で、それは、アンシュフトさんは、フラグエンドシェーターでやるっていう判断をして、一方、ホークレさんは、実際に 3D オブジェクトを使って、2パスでレンダリングしたらいけんじゃないかっていう、そうですね。この、まあ、実装者によって、最初のファーストステップ、考えが異なっても、なんか、でも、結果、見栄は、結構素晴らしいものに両方なってるっていうのがやっぱ面白いですね っていう すいません、ちょっと感想 でした。でもやっぱそういう、こういうふうにできるんやろうなっていうのを、なんか、できるようになりたいなって今思いました、僕。俺はこうやってやってみたぞっていうのを一回提示できる人にちょっとなりたいなって思いましたが、ちょっと続きます。で、いますね、Mac がね、まあ、この Mac で Google Meet もつないで YouTube で配信して WebGL もレンダリングしてるから、今PC 悲鳴上げてます、今。カイロになるぐらいの。カンパにちょうどいいぐらいの、PC になってますけれども、皆さんちょっと待ってください、今、Notion が 2fps ぐらいの。
で、今見た通り、まあ、屈折と、まあ、RGB 指数と、まあ、色収差っていうらしいんですけど、まあ、ちょっと色が変わるような、エフェクトがなってますと。うん。じゃやべ、もう30分経ってる。はい。で、ちょっと、ノーションに、これ全部説明しないんですけど、合ってるかもわかんないけど、物理学の、あ、こういうことなんだよねっていう基礎知識は、なんかなんとなく、書きましたと。うん。で、まあ、大体 CG の世界っていうのはなんか、それとなく自然界に近いようなごまかし、なんかレンダリングしているっていうのが、まあ、基本的なことらしいんですけど、まあでも、自然界をこう完全に、光の反射とか分散とかを全部完全に再現しようっていうのが、物理ベースレンダリングって言われるものらしいっていう、まず前置きがありますと。はい。で、パストレーシングがどうとかっていう話、ここに書いてますけど、まあ、正直僕も意味がわからないんで、やめておきます。ちなみに、フォクルさんって、これパストレーシングとか、そういうハイエンドなことって、はい。実装されてたりするんですか？ストレーシングの一部で、なんかレイマーチングっていうのがあるんですけど、はい。そう聞いいうたことのある。はやったことありますね。すげえ。めちゃくちゃ負荷が高いっていう。ああ、やっぱめちゃくちゃ負荷高い。ああ、そうなんです。そうですね。あ、だから、プレステ5とかのゲームだったら、強いハードウェアだからできるけど、あ、GPU だからできるけど、まだ Web ってなると、そうですね。まあ、なんかその iPhone とか、ああいうのだと動かないとか、そういうことはありますね。あ、モバイルとかだとっていうことです。そうですね。なるほどっす。そうなると、ウェブの世界、まあ、要はブラウザの世界ってまだまだ可能性あるかもしれないですね。今後、マシンスペックがどんどん上がっていくと、今でいうプレステ5みたいな ゲームのような体験が今後何年かでできるようになるのかな。ちょっとわかんないですけど、僕。っていうのに思いを馳せ。でもいいんでしょうかね。はい。で、ちょっとディスコードに戻って、で、3D、アンシュースさんから、3D 空間に水の球体が浮かんでるってよりは、紙の上に水滴が落ちててそれが動いてる。っていうのをデザインから感じた。うん。デザイン感覚。いや、これ、僕、この この表現、もうめっちゃ、もう、芸術すら感じる、この4行に、僕は そうですね、なんか 水の球体が浮かんでるというよりは、紙の上に水滴が落ちてて、それが動いてるというイメージをデザインから感じたんですっていう。それを表現できるのはすごいですね かっこいい 憧れ、もう。いや、私、これ違う。かっこいいっつうのに、今、本当に、今、なんか、いじってるとかじゃなくて、本当に、違います。違います。全然違います。もう、尊敬 というか、もう、なんか、これが、ちゃんと、デザイナーと、その素敵な仕事をする、デベロッパー、目標とすべき姿だな、っていうのは、僕、すごい思いました、今。ちょっと今感動しますね、僕は。でもデザインから、でもなんかデザイナーからそう提示されて、なんかそういう、なんて言うんでしょうね。水滴が落ちてるみたいな、そういうデザイナーのこう意図してる、こう、なんでしょうね、機微みたいなものを拾って、実際にそう実装で表現するっていうことなんですね。落とし込めるのがすごいですよね、表現落として。とし込めるのがすごいですよね。すごいな。と今、涙が出 はい。ですね。はい。で、っていう。やっぱアンシュートさんは確かフラッシュデベロッパーでもあったんですよね。ちょっと僕の記憶確かに。で、フラッシュデベロッパーだった方々ってやっぱめちゃくちゃ天才な方がなんかすごい多いのかなっていう。っていうか、なんかそういう訓練を、なんか、
されてたのかなっていう勝手なイメージがすごいあります。うん、なんか職人っぽい憧れがあります。はい。で、はい、次いきます。はい。あ、で、水玉の端っこで色、収差ができるのは、やっぱレンズと同じで、媒質の屈折率が光の波長依存だからかも。うん。うん、物理ですね。はい。で、ちょっとそれっぽい話を、ちょっと動画見つけたんですよね。これ高校物理の家庭教師のトライのやつなんですけど、なんか、ちょっと今 PC 重くてあれなんですけど、まあなんかこの辺で、まあもしかしたら皆さんも釈迦に説法かもしれないですけど、このいい感じのおじさんが説明してくれてるんですけど、ちょっと重すぎるんで一旦ブラウザーの一旦閉じます。はい、閉じます。で、なんか今から、僕生物専攻の物理の理解として、聞いてくださいね。で、太陽はなんかもともと白色光ってなんかいろんな光が混ざってるから白いらしいんですよ、うん、でも赤色の光と黄色の光と紫色の光でなんか屈折率が違うらしいんですよね、うん、だから実際に屈折させると色が分かれるっていう、うん、だから赤は全然屈折しないけど紫はめっちゃ屈折する。だからなんかプリズムとかなんかそういうのに通すと白い光はいろんな光に各方向に分散していくと。なのでここ今だからこれ色ずれるってことですよね。これだからさっきお話してくれましたけど、媒質の屈折率が光の波長依存だからっていうのはさっきの説明のことっすよね多分。うん。そうですね。はい、っていうことなのかなっていう、はい。っていうふうに、なんとなく、理解しましたと、いうことです。だから、この人がこの動画の後に、なんか夕日がなんで赤いのかっていう理由を、なんかこれに説明してくれてて、で、僕、なるほどなって思ったんですけど、なんか太陽って夕焼けは低い位置にあると。で、低い位置にあるってことは、太陽光線が結構直線に来ると。はいはい。だから、まあ、太陽光線が分子にぶつかって、まあ、いろいろ光が屈折していくんですけど、赤色は全然屈折率が低いから、赤色が結構直に入ってくると。だから、うん、太陽が低い位置にあるときは、夕日は赤いんだよっていう。説明をこのおっさん、はい、おじさんがしてて、ああそういうことなんだっていうのは思いましたっていう。はい、合ってんのかな。でもこれでもしね、お子さんになんで夕日、子供に夕日赤いのって言われたら答えられますね。僕も息子に教えようと思います。まあ子供いないんですけど、はい、そう言うんですか。すごい。まあ子供に言っても伝わんないですけど。ガチで。お父さんなんで夕日は赤いのって聞かれて、今の説明したらドン引きっすよね。はい。うん。あ、そして夕日が赤いのは屈折現象によるもので実はない。産卵現象によるものだ。ほーん。デイリー産卵。あ、なんかちょっと聞いたことありますね。デイリー産卵、ミー産卵っていうのはなんか、僕この前サントリーの天然水のサイトで、ウェブジュエルの実装があったんですけど、なんかそれを、空をリアルタイムでレンダリングしようって最初なって、で、その時に勉強したんですよ。ミー産卵とかレイリー産卵とか。
で、3JS に、なんか空のイグザンポはあるじゃないですか。はい、はい、はい。ありますね。はい、今、ちょっと、今 PC が重くてですね、パッと出せないんですけど。で、あれも、フラグメントシェーダー見たら、いや、僕、内容はわかんないんですけど、レイリー産卵とミー産卵をフラグメントシェーダーでやってたんですよ。ちょっと。なんか、それっぽい式があるみたいで、もちろん僕その式は全く理解できなかったんですけど、はい、でもフラグメントシェーダーで、なんか自然界のミー産卵とレイリー産卵のなんか、式をバーって計算して、今これ映ってるんですけど、まあ、それでなんかやってたっていうのを、なんか調べた記憶があります。まあ、結局わかんなくて、あれ結局その案件は空をリアルタイムレンダリングするっていうのはあまりに重すぎるんで、結局アンリアルエンジンから空のテクスチャー引っ張ってきてそれをペタッと貼り付けたっていう風に落ち着いたんですけど、まあでもなんかそういう時になんかミーサンダーとレイリーサンダーの話がなんかあったなっていうのをなんとなく覚えてますね。で、今、知ったか系で言ってますけど、僕、全然内容は理解してなかったんで、結局、はい、あんまり詳細は分かんなかったけどっていう話です。はい。ちょっと戻ります。で、まあ、ちょっと戻るんですけど、だから、控えの光線はこういうふうに分かれますよって。その結果、なんか、色が分かれたように見えますよっていう話でした。うん、で、これは後でコードでふにゃふにゃやりますと。うん、で、次、屈折の次は反射なんですけど、まあ、反射の、まあでも反射って簡単に言えばこの図ですよね、簡単に言えば。まあ、光が入ってきて、はい、屈折だったら海の中入ってくけど、反射だったら、反射する。いや、ちょっと。うん、そうですね。頭痛が痛いな、ちょっと。反射するから反射すると。はい。まあ、この矢印のことを言ってますよね、ということです。で、なんか、今回、フレネル反射っていうワードを今日一個勉強したんですけど、はい。まあ、いろんな、ここにソースも載ってるんですけど、で、フレネル反射も僕の理解で言うと、例えばこの水辺にいて、例えば自分の、例えば川の中に足突っ込んでいますと。で、そういう時に、自分の足元はもう透き通って見える。けど、遠くを見ると、全然水の底が見えない。はいはいはい。っていうのをフレネル反射というと。で、なんでかっていうと、まあ、要は水の底が見えるっていうのは、屈折光が大きいってことですね。あんまり反射してない。屈折が大きい。でも遠く、じゃなくて底が見えないっていうのは、屈折光が少なくて、ほぼ反射しちゃってるから。だから、景色が反射して、よく見えると。はい。だから、フレネル反射っていうのはこの現象のことを言うんだよっていうのを、僕はそういう理解で、おりましてですね。で、ちょっとツイート検索したら、こういうツイートがあって、このホワイトボードがなんかめっちゃ透けて見えるぜ。なんでっていうのを、なんか この方、これも CG すごい方なんですけど、このフレネルの式のいい実例だねって言ってるんですね、これ。で、うん、で、これ、だから、フレネル反射のことが分かれば、このなんでホワイトボードがこういう見えなのかが、分かると。で、なんでかっていうと、この右のホワイトボードほど、だから、そうなんですね。だから、そうなんですね。もう一回ここに立ちも、登ると、そこがよく見える状態っていうのは、この入射の光と光線がそこまで乖離してない状態。逆に反射するときっていうのは入射した光と、光線が角度が大きい状態。
だこれを見ると、右のホワイトボードほど、視線、要は視線と、この方線が、もうほぼ90度ですよね。この右のホワイトボードって。そうですね。視線と方線がほぼ90度なんで、つまりでかい。だから反射する。つまり反射するってのは、つまり景色が映っちゃう。っていうことですよ。でも左のホワイトボードは、その右のホワイトボードよりかも、方線と、目線のベクトルの角度がそこまで大きくないから、反射の度合いは下がる。なんで、周りの景色はそこまで映ってない。だからこういう見えになる。っていうことらしいです。いや、僕の言ってること合ってんのかな。はい。うん。っていう感じでした。だから、ホクレさん、僕これ合ってんすかね。あ、でも自分もちゃんとしっかりここまで理解はしてなかったですね。いや、でもこれ勉強してて思ったのが、なんか、いや、これきっかけで、いや、こういうこと知ること自体は楽しいじゃないですか、なんか。はいはいはい。僕的には。だから、なんか、WebGL をきっかけに、なんか自然界の、こういう現象が勉強になって、うん、なんか、嬉しいなって思いますよね。っていう。いいですね、でも、身に持って、なんか体験できるというか。そうですね。面白いですよね。はい。皆さん、WebGL、こういう楽しさがあると思ってるんですよ、僕はっていう、そういう話。したね、はい。あ、で、いろいろ調べる必要はあるけど、分かってしまえば、性によっては実装はそんな難しくない。でこの方、WebGL のライブラリ作ってる天才な方なんで、そんな難しくないっていうのは僕はま信じられないんですけど、はい。うん、でも、でも、空をレンダリングする。うん。いや、僕はちょっと、その僕のさっき言ったサントリー案件の時にはちょっと思ったんですけど、空を実装するのと海を実装するのって、だいたい 3JS でもう出来上がってるものがあるんですよ。まあ、さっきも例に挙げましたけど、海も確かあるんですよ。はいはいはい。の感じで。だからこういう海とか空とか自然界のやつを実装するときに、結構かぶっちゃうんですよね。つまり、みんな 3JS を使うっていうのは一緒だから、空とか海とか実装しようとすると、まあ、パラメーターをいじくるっていう選択肢はありますけど、だから似たり寄ったりにちょっとなっちゃうっていうのがあって、うん、で、で、それを、なんとなくこう、バレないようにっていうか、いい感じにするっていうのが、なんか結構大変だったなっていう覚えがあって、で、この前、ミスター・ドゥーブさんが、うちの会社のイベントで登壇してもらって、はいはいはい。で、その時にですね、いや、こんなサイト作ったんですよ、みたいな感じでお見せしたんですよ。で、そのサイトには海があるんですね。で、その海を見て、ミスター・ドゥーブさんが、あ、これ 3JS の、エグザンポーのやつだよね、みたいな。いや、僕もこれ、もうちょっといい感じに作りたかったんだけど、ごめんね、みたいな感じで言われて。あ、やっぱ分かるんだ、みたいな。いや、当然だけど、みたいな。っていうのを、なんか、思い出しました。だから、なんか自然界のものを実装するときに、一旦なんか 3JS の例が、やっぱ一番参考になるんですけど、このまま使うと、場合によっては結構、パラメータいじんないとねみたいな話になるんで、結構逆に例があるからこそオリジナリティ作るの難しいなっていう思いをちょっと感じましたね。だから自然界のレンダリングするときにオリジナリティ出すのが意外とむずいなっていう話をしました。はい、皆さん、この辺で、まあ、基礎知識こんな感じっていう感じで、この後実装編に入るんですけど、
皆さん一旦大丈夫ですかここまでっていう。大丈夫なのかな。田辺さん、お前喋りすぎだよって。もっとホクルさんに喋らせよっていうのあったらみんなごめんなさいっていう感じなんですけど、皆さんここまで大丈夫そうですか？僕が大丈夫じゃないんですけど。ちょっと30秒だけ休ませてください。ちょっとスタバのコーヒー飲んでいいですか？うん、難しくないのハードルが雲より高そう。ソムリエって。何、何だソムリエ。うん。ああ、いや、楽しく聞いてますって聞いてくれて。いや、ありがとうございます、本当に。はい。いや、助かる。うん、重くない自然の論理に基づくグラフィックを作るためには、線形代数学の理解などは必要なんでしょうか？必要なんでしょうか？なんか突き詰めてやろうとするとすごい、はい、多分負荷がかかるんで、はい、ある程度のところでフェイクというか簡易的なものを作る必要が多分あって、はい、うーん、なんかガチ、ああどうぞ、ガチでやろうとすると多分そういうすごい、まあ、なんかちゃんとした数式とか使ってやらなきゃいけないんですけど、あ、まあ、なんかフェイクっぽく作るんだったら別にそんなに難しい考えなくてもいいのかなって思いますね。そのガチでやろうとするのがいわゆるその物理ベースレンダリングみたいなのが、それが一つの手法っていうことなんですかね。そうなんですかね。詳しくないんですけど、いや、なんかドクサスさんのあの解説の WebGL 解説のページあるじゃないですか、はいはい、あそこでもあのどっかのページでドクサさんが確か、あの、なんか誤解を恐れずに言えば CG っていうのは、なんかまやかしの技術なんだよ。それはなんでかっていうと、なんか自然界のこう現象を、なんかそのまま反映してるわけではないみたいな。はいはいはい。だからライティングとかも、なんか内積取って、なんか気軽にライティングするみたいな手法もあると思うんですけど、それも、まあ、いわゆるシミュレーションであって、自然界を完全に模倣してるわけじゃないみたいな。ことが確か書いてあった気がして、違ったらごめんなさいなんですけど、だからなんかそういうことなんですよね、なんか CG って工学理論的にってことではやっぱり必要。あ、なんかそう考えるともう沼ですねこの分野。でもなんか勉強しがいはありますよね。あ、確かに。危ない、今僕テンション高いところでした、今。勉強しがいありますよねって感じで、もう本当その通りだと思います。あの、本当そうですよね。うん。だから、いや、なんか、ちょっとホクレさんにもお聞きしたいんですけど、はい、あの、なんか WebGL の勉強ってなんか2段階あるのかなと思ってまして、その、まず理論の勉強するじゃないですか。はい。で、その後に、でも、もしウェブサイトに実装するっていう文脈だったら、あの、なんかいいデザインの、いい見栄えのものをやっぱ作る必要が出てくるじゃないですか。はいはいはい。で、後者の方も難しいなと思ってて、でも結構ホクルさんの結構ツイッターに上げてらっしゃるやつとかって、やっぱ見栄えもすごい素敵だなって思うことが多くて、その、技術面っていうよりは、なんかそういう見栄えを良くしようとしてる、する面での、北斗さんがなんかちょっと日々意識してるとか、ことってなんかあったりしますかね？まあ、一つはなんかその動きをつけるっていうところはかなり意識してて、結局その動かなかったら別に静止画でいいじゃんってなっちゃいますし、はい。あと、なんかインタラクティブじゃなければ、まあ、動画でいいじゃんっていう話になっちゃうんで。確かにそうです。そういうなんかちょっと、まあ、ちょっとしたことなんですけど、マウスでいじれたりとか、はい。まあ、そういう要素があればいいなってのと、まあ、見てて面白いものがいいなっていう感じで作ってますね。ああ、結構、まあ、あとその、繊細なっていうか、なんか例えば、パラメータ動かして、
納得いくものをができるまでパラメータをこう維持維持しながらするっていう感じで作ってるんですか、やっぱり。もちろんそういう調整もありますね。なんか最初からなんか狙ったものが作れるわけじゃなくて、はい、ちょっとずつ調整しながらやっていく。その GLS、コードの中でその中自分でなんか 0.77 っていうパラメータ与えて、はい、このぐらいがいいかなみたいな感じで決めていくこともありますね。ああ、いや、なんかすごいエンジニアって、なんかやっぱりこのパラメータをなんかもうめちゃくちゃ用意してて、はいはい、でなんかもうそれをイジイジして調整していくのにもすごい時間かけるみたいなイメージがすごいあって、うん、やっぱホグルさんももうパラメータをイジイジしてそこにいろいろ苦心しながらやってるっていう感じなんですかね。そうですね。なんかその自分が折れない限りというか結構飽き性なんでもうこんなもんでいいでしょうみたいな感じになっちゃうんですよね、やっと本当ですか。いや、そういうのアウトプットすごいですけど、俺やいや、でも僕こんなもんで一家のタイミング僕人より早いかもしれないです、僕だからいや、ちょっとそれはやっぱ頑張んないとなって思いました。いや、だから WebGA に限らないですけど、95% まで作った後の 5% って本当に大変ですよ。本当に大変ですよね。はい。で、いや、僕それがなんかいろいろ言い訳しちゃうんですよね、いつも。いや、これめちゃくちゃ堪能期だからとか言って、うんうん、なんか一番そのこの仕事の真髄だと思うのに、なんか最後の 5% をちょっとそこに妥協しちゃうみたいなとか、やっぱ最近の反省としてあって、まあ、もちろん全力でやってるんですけど、うん、だからその粘り強さみたいなところっていうのはやっぱ WebGL の実装でも大事になってくるのかなっていうのは、うん、すごいありますね、っていう。そうですね、はいはい、っていう感じですね。で、Discord メディアとやっぱいろいろ、あ、物理的に正しいっていうと PBR 警察が、うん、なるほど、この物理的に正しいっていうのを場合によっては刺されることがあるんですね。とある界隈さんに刺される可能性もある。容易に使えない言葉ですね。これ、めちゃくちゃ勉強になりましたね、うん。逆にパフォーマンスいいのに高クオリティが一番難しそうだし、まあ、そうですね。なんか、何でもかんでもリアルタイムにすればいいわけじゃないっていうのは、WebGL やってて学びましたね。そのマシンスペックが、まあ、全世界の人が、自作 Windows PC で、うん、いえ、でもめちゃくちゃ強い GPU 積んでるんだったら、僕らもはっちゃけていいかもしれないですけど、うん。だから、そうですね。何でもかんでもリアルタイムレンダリングにしたら、それは英語なんで、Web で使うときは、これリアルタイムじゃなくてもいいよね。あ、そうそう、ホグルさんさっきおっしゃってましたけど、インタラクションが別にないとか、そういうところだったら、うん、まあ、リアルタイムレンダリングじゃなくていいよね、プリレンダリングのところいいよねみたいなっていう判断も、まあ、結構大事になってくるのかなって、うん、思いますね。うん。お勉強する価値はありますよね。うん。でも険しいっすね、道が。はい。で、そろそろ、1時間が経って、まだエディターすら開いてないっていう。やばいかもしれない。やばいかもしれないですね。で、こっから後半戦ということで、そう、エディターを見て、ちょっと実際に見てみようかなと思います。ちょっと一瞬鼻かんでいいですか？ちょっと10秒だけ席外します。少々お待ちください、皆さん。お待たせしました。よし。次、実装編いきます。でですね、
まあ、さっき北さんにもお話しいただいたんですけれども、まあ、実装は2つの選択肢があって、1つはあのアンシフトさんが実際に実装されてたフラグメントシェーダーだけでこう実装するって、で、これ一応あのディスコードにですね、あの北さんがフラグメントシェーダーだけでやってみたバージョンも実は、上げてくださっていて、今日ちょっとそれの解説はちょっと時間ないと思うんですけど、ディスコード掘れば、ホクルさんの作っていただいたサンプルが見つかります。どこだったかな？あ、こちらですね。なんか、ピン止めしとくか。はい。今ピン止めしたんですけど、こちらでもう見れますので、皆さんぜひご覧ください。で、ただ、今回は、そのお話ではないと。はい。ということで、今回の方法は、まず、見た方が、実行書が。じゃあ、一旦僕の作った方のサンプルで一旦見てみますね。はい。はい。すみません。まあでも、そう、ほぼホクルさんを参考にしてるんですけど、一旦、コンソールも出して。あ、リサイズ対応しないのバレた。はい。実装の方針としては、まず、まあ、トーラスじゃない背景だけレンダリングしますと。で、その後に、それをテクス、まあ、オフスクリーンレンダリングですよね。で、それをテクスチャー化して、そのテクスチャーを使って、屈折をこのトーラスで表現したというのが、まあ、本当大まかな手順になります。ちょっと、大丈夫ですか？なんか画面共有が消えちゃってるみたいなんですけど。あ、消えちゃってる。はい。ありがとうございます。はい。まあ、こういう、ゆる勉強会なんで、こういうトラブルも、つきもの。音は聞こえてましたよね。はい、大丈夫です。あ、よかった。皆さんすいません。ちょっと画面が、共有が切れてしまったみたいなんで、すいません。うん。鼻噛んだら切れたんですかね。え、そんな仕組みなのかな、Google Meetって。皆さんごめんなさい。これで、続けます。はい。で、でちょっと僕反省なんですけど、これ背景何も動いてないんで、だったらオフスクリーンレンダリングしなくても別にいいじゃんっていう感じになっちゃってるんですけど、まあでも今後の応用として、まあ一旦オフスクリーンレンダリングしちゃいますということでご了承ください。これ本当は背景変わってもちゃんとテクスチャに反映される。はいはいはい。っていう、ザ・ホークルさんのサンプルそうですよね。背景スライダーになってて。そうですね。はい。でスライダーが変わると、ちゃんと屈折にそれも反映される。っていうことが本来できます。ただ僕はちょっと、あの、時間がなかったんで、もう、ただ背景何も変わんない。で僕の地元に近い、北海道美瑛の一本の木なんですけど、これしか、ちょっと画像変わってない状態なんですけど、ちょっとご了承ください。本当は変わっても、ちゃんと反映されます。はい。で、どこから説明しよう。まず 3JS の、あ、オフスクリーンレンダリングって、てめえ何の話してんだよって言われるかもしれない。手前味噌ながら、あの、これ僕が前で、去年ぐらいに書いた記事なんですけど、まあ今回の趣旨とはちょっと違うんですけど、オフスクリーンレンダリングって、こういうことだよみたいなことをちょっとここら辺に書いてるんで、これ見てください。これオフスクリーンレンダリングって簡単に説明すると、簡単に説明できない。オフスクリーンなんで、まあ、画面に映ってない。あとね、オフスクリーンレンダリングって、まあ、ポスプロとかでよく使われますよ。うん、
で、この画像があるんですけど、まあ、一旦 3D 空間を普通にレンダリングしますと。レンダリングします。まあ、これ普通ですよね。で、レンダリングしたものを、テクスチャー化するんですよね。で、テクスチャー化したものを、まあ、これ板プロになってますけど、まあ、今回はトーラスに貼る。で、またトーラスをレンダリングすると。だから、今日の会話で1パスとか2パスとか言ってましたけど、それはレンダリングの数なんですよね。だから1パス目は普通にレンダリングするんですよ。普通にレンダリング。で、それをテクスチャー化して、そのテクスチャーをトーラスに適用したものをまたレンダリングするので、また2回なんですね。で、その1パス目のレンダリングのことを、まあ、今回ではオフスクリーンレンダリングをしてるっていう言い方をしてますね。ホグレさん、今の説明で大丈夫、僕、合ってますかね。なんでそんなめんどくさいことをするのかっていうと、そのトーラスのシェーダーの中で、はい、その背景画像が見れないってことですね。シェーダーの中でその背景画像を何か加工しようとしたときに、はい、例えば今回だと、まあ、歪ませたいっていう最終目的があるんですけど、はい、歪ませようとしたときに、その背景画像にアクセスできないんですよね、そのテクスチャーを渡さないと。なんで、1回目にそのトーラスなしの状態で背景をレンダリングして、で、そのレンダリングした結果をトーラスに渡してあげるってことが必要ってことですね。ありがとうございます。わかりやすい。実際にこのサンプル見ても、まあ、なんかちょっと歪んでるんですけど、まあ、木がちゃんと。これ、いや、これ、背景変わんないから分かりづらいだろうって。もうごめんなさい、僕のサンプル。本当最低限になっちゃったんですけど。まあでも、はい。はい、ごめんなさい。まあでも背景がちゃんとトーラスに映ってるよねっていうことですね。はい。で、それコード的に見ると、ですね。まあ、ここレンダリング、ここレンダー関数があります。で、リクエストアニメーションフレームで、まあ、60fps で回してるのは、まあいいとして。で、皆さん。レンダー関数2つありますよね、これ。これが1個目。これが2個目でありますよね。コードからもわかるように、2回レンダリングしてます。で、しょっぱなは、まず、トーラスを見えなくしてます。セットレンダーターゲットっていうのは、これに、まあ、正確に言うとテクストじゃないけど、フレームバッファーオブジェクトっていうか、なんだっけ、うん、なんかレンダーターゲット、まあ、要はこれに焼き付けますっていうのを、ここに書き込みますっていうのを設定してますね。で、トーラスを見えなくして、最初これをレンダリングしてます。この時点では、画面には何も映ってないはず。だから試しにこれコメントアウトしたら多分真っ黒になると思いますね。はい。これレンダーしなかったら多分真っ黒になるんじゃないですかね。これ真っ黒になってますよね、今。なんで真っ黒かっていうと、画面にはレンダリングしないからですね。テクスチャーに裏でレンダリングしてるだけで画面には映してないんで、真っ黒になってると。で、これが1パス目で、で、2パス目には、トーラスを見えるようにして、で、この this render target texture っていうのは、このトーラス以外を焼き付けたテクスチャーですね。はい。はい。で、あと、ちょっと回してると、ローテーション。で、それをレンダリングしてると。で、これが2パスでレンダリングしてるっていう。そうですね。まあ、ちょっと重いけどっていうことですね。そうですね。はい。うん、で、このテクスチャーをマイフレーム渡してるから、ちゃんとトーラスの中に映ったやつも変わるってことですよね。なんか、マイフレーム渡さなくてもいいっぽいんですよね。ちょっとなんか自分はこういうふうに書いてたんですけど、本当ですか？ ちゃんとシェーダーのユニフォームの中に書いてあげれば、書いてあげれば多分参照されると思うんで、あ、そうなんですね。もしかしたら、そうですね。
まあ、僕の例であってもあれか。でも一応。まあでも前触れ、中身的にはでも前触れも参照してるっていうことはしてるってことなんですね。そうですね。はい。ああ。だどっちにしろ重さは変わらないってことですよね、これ。まあ、変わんないですね。コメントとして。なるほど。あ、そうなんですね。まあでも原理としては、前フレーム、こう、オフスクリーンでレンダリングしたやつを前フレーム渡してるから、ちゃんと背景が変わっても通らずに反映されるという理解ですね。ありがとうございます。なんか急にコメントが減ってすげえ心配になってるんですけど 大うん。大丈夫。丈夫かな？はい。続けます。ここまで理解したらもう70%クリアしたようなもんじゃないですか？そうですね、もうなんか最初のコンセプトなんで、ここ押さえればもう大丈夫ですね。皆さんもう大丈夫です。もう大丈夫ですね。もう大丈夫です。と言いつつ、これからシェーダーの話とかするんですけど で、まあ、あと、これ1個あるのが、これどっから説明したってなるんですけど、今回、まあ、パースペクティブカメラ、遠近感のあるカメラを使ってるんで、板ポリを画面すっぽりに収めるようにしないといけないっていう論点が1個あると思うんですけど、ホクルさんのやつもそうですね、確か。そうですね。一旦板ポリを画面すっぽりに収めないといけない。はいはいはい、そうですね。っていうのを、これどうやってやるんですかっていうのが、これいかんとも説明しづらいんですけど、説明できるっちゃできるので、ちょっと皆さんこれ、どうすか説明。消えた？みんな。ちょっと、ちなみに、それを何でやってるかっていうと、ここでやってるんですよ。はい。ここでやってます。で、ちょっと、頑張って説明してみます。フィグマで。ほら、XD がもう、終わるから時代はフィグマだぜと。はい、ちょっと重いんで。やっぱり2パス、重くなっちゃいますね、やっぱり。で、はい。で、皆さん、今から僕、下手な絵を描くんで、ちょっと我慢してみてくださいね。まず、カメラ。カメラがあります。これカメラ。で、まあ、横から見てると思ってください。で、これスクリーン。クリーンですと。はい。で、このスクリーンに板ポリがすっぽりはまるようなカメラの設定と位置ってどうすればいいんだろうと、いうのを考えますと。で、その時に、補助線を引いてあげます。えい。ペンタブ欲しい。なんか、ホクルさん、最近ペンタブ買ったみたいなツイートされてましたよね。買いましたね。結構便利ですか、ペンタブ。いや、結局、液タブの方が便利かなっていう。なるほど。iPad 持ってるんだったら、もうそれに越したことないと思いますね。あ、iPad。よいしょ。で、から、板ポリがすっぽりはまるような板ポリの高さと、じゃんけん、もう一回説明しますね。ウィンドウに板ポリがすっぽりはまるようなスクリーンの、板ポリの横と縦の長さっていくつなんだろう。だからここに入れる板ポリのウィズス、と、ハイト。これ何なんというのが
りたいっていうことを今しようとしてます。このスクリーンにすっぽりはまる、板ポリがすっぽりはまるような板ポリの横と縦ってどれぐらいなの？はい。でですね、ここは原点ですよ。はい。で、今カメラ。で、WebGL って、X、Y、Z なんで、え、合ってますね。合ってます。で、ここにカメラを置いて、ここに、なんかウィンドウ置いてます。まあ、ちょっと、適当図。で、これを、この角度から見たら、これです。っていう感じです。皆さん、まず。この記事すごい分かりやすかったって書いてくれ。最高じゃん。ちょっとまあ、これに頼る前に一旦説明してくださいね。で、カメラが、なんか、これ Z 軸っすよね。だから今カメラここ、どこにあるかっていうと、あ、5にします、僕。5にしてる。ただ、ここ5ですよね。ここ5。うん。まあ、Z の値です。あ、まあ、こうやって書くか。Z です。ここカメラの Z。で、あと、視野角。カメラの視野角は、45度にしてますね。だこれ45って何の45なのっていうと、ここの45ですね。はい。で、今どこ出したいのっていうと、ここの縦の長さ出したいんですよ。ね、すっぽりはめたいから。まあ、それがいわゆるここですよね。うん。だから、ここを出すためにどうすればいいのと。で言うと、なんかどんどん色増えてって、あれですよ。これ直角三角形ですよね。で直角三角形ってことは、三角比が使える。で、今めっちゃ熟考士っぽくないですか、僕。そうですね。はい。タンジェントシーターは傾き、まあ、x 分の y ですよね。はい、皆さんおやしください。x 分の y ですよね、と。だから、だから、これを使って出したいです、と。で、タンジェントシーターってどうやって出すのっていうのは、もう JavaScript に組み込みである。皆さんご存知かもしれませんが、の関数でね、まあ、ラジアに直す必要ありますけど、この関数で出ますと。で、この直角三角形だけに注目すると、ここは何度かって言ったら、45度を2で割った値ですよね。うん。ってことは、これに当てはめると、タンジェント、まあ、視野角。イコール、あ、x、ここね、x、ここが x だから、z 分の y、ここ、こういった y にします。ちょっと。で、こういう式ですよね。で、今 y 出したいじゃないですか。ここ出れば、あと2倍すれば高さ出ますよね。なんで、両辺に z をかけると、y イコール、タンジェント、2分の視野角かける z じゃないですか。で、それを2で2倍すれば、これは高さになるよね。っていうことなんですよ。関係教師の3。皆さん、うん、
まあ、いや、もしくはもう、いや、そんなこと分かってんだけどっていう感じかもしれないね、逆にみんな。っていう。はい。で、この式、この式が、ここに書いてます。カメラかける安全ですね。はい。カメラの、これ Z の距離かける、タンジェント。で、かける2。で、こういう高さ出ますよね、スクリーンハイトが。で、あと、アスペクト比から横も出ますよね。アスペクト比かければいいんで。あ、ウィンドウのアスペクト比ですね、これ。ウィズスとハイト入ってますけど。なんで、それでスクリーンウィズスが出る。だから、イタポリに入れるべき、ウィズスとハイトが出ましたと。で、今、この大きさのイタポリを、そのスクリーンウィズスとスクリーンハイトでスケールすればいいじゃん。そしたら、イタポリが画面すっぽり収まるじゃん。いいじゃん。すげえじゃん。っていう感じです。わかりやすいです。こういうコメントが、あのですね、僕の一番の励みに、ね、なってきます。面白くなってきましたねっていう、なんか、モサの、ね、コメントもありますけど、面白くなってきた。うん。いやー、はい。コードが出てくると手が動かしくなるのが差がでして。ザ・エンジニアス。はい。っていう感じです。時間見ていいですか ?21 分、OK。まあ、ちょっと、これに執着するのもあれなんで、一旦この辺にしておきつつ、で、それでイタポリが無事にカメラにすっぽり収まりました。うん。次いきます。で、まず、イタポリを描画するときに、まあ、イタポリも、シェーダーマテリアルを使ってるんで、まあ、シェーダーを書いてるんですが、そのシェーダーを見ていきましょうと。まあ、頂点シェーダーは特に何もしてないです。座標変換してるだけですね。ちょっと座標変換の話はちょっとさすがに省略させてください。うん。これ、イタポリの話です、今。イタポリの話です。で、これは、あのですね、ここ何してんのって話なんですけど、何もしないとですね、あれ、サンプル消えた。何もしないとですね、縮めた方がいいですか。何もしないとこうなっちゃうんですよね。うん。で、こうなっちゃうんで、なんか僕はあのどこかから拾ってきたんですけど、これ。まあ、CSS でいうと、このバックグラウンドサイズカバーっぽくできるよみたいなコードが落ちてたんで、ちょっとこれをそのまま持ってきました。そしたら、UV 入れて、ちゃんとバックグラウンドサイズカバーっぽくなるよみたいなことをしてました。で、僕いつもこのサイトを参考にやってたんですけど、ポックルさんってなんかフラグメント、これっぽいことを、はい。でもこのコードじゃない形でなんか、はいはい。やってたような気がしてて。自分の方はあれですね、なんか、スケールを求めるのに JavaScript の方で求めてる。ああ、JavaScript の方で。はい。今、ここにホクルさんのコードの方も出してるんですが。うんうん。JS の方で、フラグメントシェーダーに送る前に、もう計算しちゃってるっていうことです。そうですね。っていう手法もあるんですね。うん。この関数ですよね。あ、っていうのがいろいろありつつ、まあ、一応僕これが、なんか初めて調べた時もこれでやってたんで、一旦これでやりました。まあ、
とにかくこれで、バックグラウンドサイズ川っぽく収めることが可能です。で、ちょっとこれも本題じゃないので これもさらに進めていきます。で、次、トーラスですよね、満を持して。いや、こっからなんですよね。ちょっと一旦ディスコードに逃げていいですか。あ、ネウタさん貼っていただいてますね。多分最初はここを見て、なんかそれを引っ張ってきて使いますっていう感じですかね、自分も。もうちょっとなんか下の方のコードですか。ああ、JS 側で。そうですね。ええー。あ、この辺の。僕、マトリックス出た瞬間に、やべって思ってたんですけど、こういう手法もあるんです。ちょっとこれ後これはで。なんか、そのままなんかテクスチャーに割り当ててる感じなんですけど、割り当てないでなんかこの、日だけを取ってきて、それをなんか、セーラーに渡してるような感じですね。こういう方法もあるんですね。だから、シェーダーに送る前に UV をもうそこで変えてるみたいなイメージなんですかね、これ。UV のなんかこうフィットするスケールを求めて、最終的にシェーダーの中でその UV に掛け合わせてるみたいな感じですね。ああ、なるほど。あ、そういうことなんですね。はい。へえ、ちょっとこれ初めて知ったんで、ちょっと後で。いきます。ちょっとハートマークつけ。ちょっとみんなもハートマークす、大丈夫つ けでるす。んだよ。あ、すみません。ラグでコール何を指してるのか分からなかった。あ、すみません。でも、もう、それすらラグでもう分からなくなってる。ごめんなさい。ちょっとなるべく指示語は少なめにやりたいと思います。で、次いきます。次はですね、トーラスを描画していきたいと思います。で、トーラスもですね、まあ、これはいいと思います。これは、僕はまあ、3JS のデフォの機能を、マックスに使っているだけです。トーラスはもちろん、シェーダーを入れてますね。なので、まあ、シェーダーを見ていく必要があると。ちょっと、いろいろ試したんで、ちょっと使ってない値がちょっと入ってるんですけど、ちょっとこれは一旦今はスルーしてください。ちょっとポイント、この行で、これは何が入ってるかっていうと、1パス目でレンダリングしたもののテクスチャーが入ってますね。で、それを、ここか。ここで読み取ってると。だから、t シーンっていう変数は、1パス目でレンダリングした背景だと皆さんお考えください。だから、屈折に使うやつってことですね。で、1個、謝罪があるんですけど、ハイライト入ってなくてごめんなさいっていう バンドルツール使ってないんで、なんか .jlsl って拡張子使えるのかなって、結局よくわかんなくて、.js で、ストリングとして、JLSL 変えちゃってて、今皆さんの画面でもちょっと見づらいかもしれないんですけど、その辺ご了承いただければなっていうふうに思いますと。あって、ここからですね。先にちょっとゴールの話したいんですけど、屈折って、シェーダーでどうやって実装するのっていうのをちょっと考えていきたいなと思ってます。ちょっとこの辺自信ないんで、ホックルさんというお話ししながら進めたらなっていうふうには思ってるんですけど、まず、屈折ってことは、背景が曲がって見えるってことですよねっていうのは、まず、本当にそのまま基本。はい、そうですね。なので、曲がってみるってことは、
もっと言うと、ずれて見えると。はい。も言えます。で、そのずれるっていうのが多分、わかりやすいキーワードなのかなと思ってて、だその前に、じゃあずらさないとどうなるんですかっていうのを、ちょっと、見てみたいと。で、ちょっと、この辺に注目していただきたいんですが、GL フラグコードっていうのは、まあ、今まさに処理しようとしているピクセルの座標ですね。うん。で、これを、まあ、解像度で割ってるんですけど、なんでかっていうと、0から1の値にしたいからですね。うん、0から1の値じゃないと、こうテクスチャー2に入れれないんで、ここで解像度で割ってます。それは合ってますよね。0から1。はい、GL フラグコードは、あれですね、スクリーンの中での位置ってことですよね。スクリーンスペースの中でのそのトーラスの座標というか、フラグメントの座標ですね。なので、例えば、まあ、今、975×1009 ですけど、はいはい、この一番、このビューポートの一番右下、はい、ここはまさに、976,1009がここの座標ですよってことです。そうですね。はい。はい、で、理解しました。これは GL フラグコードってことですね。それが取れる。GL フラグコードでは、じゃあここ00でと。うん、実は UV なんで逆かもしれないですけど。ああ、そうか。そうです。左下が00でと。はいはい。はい。こっちが00で、まあ、こっちが、まあ、ビズスハイト分がここ。そうですね。それを、最終的にスクリーンの解像度で割ると01変換ができるってことですね。ありがとうございます。はい。はい、で、01変換ができたので、テクスチャー 2D に渡すと。で、ちょっと、で、そのまま渡してみますと。一旦、ちょっとここ書き換えるか。PC 重いな。うん、で、ちょっとそのまま、UV。1パス目でレンダリングしたやつを、スクリーン UV で、ちょっと描画するとどうなるか、トーラスを描画するとどうなるかやってみますと。したっけ、どうなるかっていうと、これ消えたんですけど、うん、消えたわけではなくて、同化しちゃいました。で、それは、ちょっとずらせば多分わかるはず。いいんだっけ。ちょっとずらすと、で、あー、うまく言わない。もうちょっと出しておこうです。皆さんこれちょっとずれてるの分かります？これ。こことか見たら分かるんですけど。ちょっとずれてません？ずれてますね。ありがとうございます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ずれてますよね。で、つまり UV をずらすっていうのはこういうことなんですよね。つまり、ずらさなかったら、1パス目にレンダリングした背景がそのまま映るんですが、ずらすことによってちょっと曲がって見えると。曲がって見えるっていうことは UV をずらす
ということによって表現できるっていうのが、多分この屈折を理解する上でのなんかファーストステップなのかなっていうのはちょっと昨日思いましたと。うん、でただでも屈折って別に全てのところで一様にずれてるわけじゃないですよね。なんか端っこだけちょっとすげえ曲がったりとかっていうのがするんで、この足したり引いたりしてるこの部分をなんかいい感じにできたら、例えば端の方だけ数が大きくなって、でも真ん中の方は全然屈折しない、つまり足す値はゼロに近いですみたいな、この足す値を、まあ要はうまいこと頑張ろうぜというのがここからの課題になってくるみたいな話になりますね。僕こんな捉え方でした。ここまでは皆さんなんか大丈夫ですかね。 YouTube ライブだと画質が悪くて文字読みにくいんだ。それ僕の通信環境の可能性がもしかしてあるのかな。まあでも初めてだからちょっと勉強になりますね。ありがとうございます。うん、まあちょっと、どうしようもないですね、今のとこは。うん。結構見えない感じですか？今からニューロ光の回線引こうかな。まあちょっと今の段階でできることはないんで、ちょっとそのまま説明を続けたいと思います。うん。で、じゃあこのずらす値をこう書いてますね、ずらさないと背景そのまま映りますと。でだからスクリーンの UV をいい感じにずらせば、屈折したように見えますよねっていうことになりますね。うん、でじゃあどうやって UV ずらすか。で僕なんかいろんな参考サイトをホクルさんがこの前紹介してくださったあのこれとか、はいはいはい、まあ、これ、まあ、React 3 Fiber で書かれてるんで、まあ、それは一旦あれなんですけど、あのこうやって屈折のベクトルをやるときになんか GLSL 組み込み あのリフラクト関数っていうのを使って屈折ベクトルを出してましたよね。そうですね、はい。ポクルさんのサンプルだとそれは使ってはないっていう感じ。ないですね。それは、なんか、その回ノーマルをなんかちょっとイジイジして、っていう感じなんですかね。そうですね、ノーマルをイジイジした感じです。なんか、別に、こう、屈折っぽく見せればいいかなと思ったんで、別にそこは気にしてなかったので、それを使うことにあんまりこだわりはなかったですね。あ、そういうことなんですね。まあ、確かにノーマル、この図、この記事。あ、これ、レイ・マーチン。ちなみに、この方は僕の会社の先輩なんですけど、うん、まあ、この図がちょっと、なんか分かりやすいなと思ってて、ちょっと、フィグマにドアカのドロップ入れるのかな？無理だった。ちょっとダウンロードして。ビフだったらこれを使う代わりに、だから方線よ、今マウスが見えてるからなんですけど、この方向ですよね。この方向のノーマルをちょっとイジイジして、なんかそれっぽく見してる。ちょっと当たる一番大事な当番者。これを参考にしつつ。うん、じゃノーマルがこうか。
で、ちょっと一旦リフラクトを使った方の話を先にしたいんですけど、GLSL の、リフラクト関数っていうのを使うと、こういう屈折ベクトルができます。で、ちょっと、もうちょっとわかりやすいように。なんかこれが背景だと思ってください、背景。背景。で、どう説明したいか。だからスクリーン UV をどれだけずらすって話なんですけど、ずれて見えるっていうのは、要は、ここにある情報が、ここで見えたら、あ、ずれてるなってなりますよね。当たり前ですけど、ここにある背景の情報が、まあ、これ、トーラスだと思ってください。トーラスのここに映ったら、あ、なんかずれてるよねっていうふうに見えますよね。まず第一に。なんで、だから、これが本来のスクリーン UV の位置ですけど、ここからこの分だけずらしゃいいんだっていう、よいしょ。この辺、ここの分だけずらせばいいんだっていうのが、屈折の基本的な考え方だと思うんですね。なので、もし、リフラクト関数を、使うんだったら、スクリーン、UV から、ここ、だから、要はこのベクトル分、リフラクトの、ベクトルを引けばいいじゃん。そしたら、屈折っぽく見えるじゃん。という理解を したんですが、だから要は UV からなんで引くんですかっていう話なんですけど。だこんな理解を僕はしてたんですけど、これ合ってるのかなっていうのがちょっと心配です。どうですかね、この考え方は。まあ、そうなんじゃ、そうだと思いますね。リフラクターを求めるときに、結局ノーマルと、その、視線ベクトルが必要で、そこから求めたリフラクトのベクトルを使って、まあ、UV から引いて、こうなんか、そうですね。曲率が大きいところは多く曲がるみたいなことをするんですよね。ホクルさんの場合は、特にこのベクトルを求めたっていうわけではなくて、なんか、どちらかというと、このハーラボさんのこのエフェクトを見て、多分、こういうふうに UV を曲げれば、この絵が作れるなってところから逆算して作った記憶がありますね。で、要は、これの代わりに、もうノーマルをちょっといい感じにいじって。ノーマルとその視線のベクトルの関係性を見て、実際そのドット積取ってるんですけど、内積ですね。そうですね、取って、でそれをもとにこう曲げると、多分うまくいくんじゃないかなっていうところでやってますね。だからなんか、僕の理解、なんかそのリフラク、GLSL の組み込みの関数を使う方法がまあ一個あるんですけど、まあそうじゃなくてもまあ別に、ノーマルと視線の関係値を見て、まあ要はここに値する
ものを、ノーマルとかを使って、まあ、算出することもできるよみたいな。そうですね。っていうようなイメージですね。ありがとうございます。文字サイズを大きくした方が確かに。なんで気づかなかったんだろう。よいしょ。これ見えますかね。うん。はい。ありがとうございます。なんで、そうですね、僕、スペキュラーで名前変えちゃったんですけど、なんか反射光を検査してるみたいだなっていうふうなのと思って。これ本当はホークレさんの関数だと、フレンデル。はいはい。で、まあでも要はここって、まあ内積を見てるっていうふうに。そうですね、はい。で、1足してるのは、1以下にならない。1、0以下じゃなくて、1以下に、なんで1足してるんですか、これ。1、あ、違う、あ、そうだ。内積ってマイナス1になることもあるんで、最低値 0になるようにしてるってことですかね、これ。マイナスにならないように。そうですね、はい。あ、ありがとうございます。これ、類乗なんで、ここが、マイナスとかにならないように、してる。まあ、要はクランプみたいなもんだっていうことです。0以下にならないように、0より小さい値にならないようにしてると。で、内積を見てるということです。で、その内積を使った値をここで見てる。ここに入れてる。ここら辺の僕、コードが。ここ、あれですね。完璧になんかこう、やりながら調整してた感じなんで。ああ、でもそれが聞けて、すごい良かった。そのスムースステップとか使ってるのは、はい。まあ、要は、パッキリ値が変わるっていうよりは、徐々にこう、値が変わるようにしたいなっていう発想からっていう。そうですね、この F 一回なんかその色として出してもらえると分かりやすいんですけど、はい、どれくらいのその濃度というか、まあ、0から1までの変化なんで、その0から1の変化でそのどれくらい曲げるかっていう強度を決めてるんですけど、その式位置みたいなのをこう調整したかったんですよね。ああ。F で、やべ。あ、違う違う。ね、言ってみます。ちょっと結構今、輪郭に寄ってるというか、端っこの方に寄ってるじゃないですか。はい。そうすると、本当だ。こう端っこの方がかなり強くこう曲がるようなイメージですかね、今だと。ああ。になるんですけど、もうちょっとなんかこう、全体的に曲げたいというか、調整するときにこういうなんかスムースステップとか使って、ちょっといい塩梅に調整したりしてますね。本当変わる。あ、僕今、トーラスに変えちゃったんで、ホクレさんの本来の意図とは違う風になっちゃってる可能性はちょっとあるんですけど。はいはい。あ、でも、なるほど。端っこほどよく曲がるような係数ってことですよね。係数というか。それをノーマルにかけてるってことですね。そうですね。一旦色ずらしてるとこは一旦、そして、まあ、これが、そうするとかなり端っこの方だけしか曲がってないですね、今。確かに。うん、そうですね、ここら辺、エッジの部分が。ないんで、これをもうちょっとなんかこう、いい感じに勾配つけて曲げたいなと思ったりした
したときに、まあ、そういうなんかスムーズステップとか作って調整してるって感じですね。ああ、そういうことなんですね。はい。わかりやすい。ああ。だから、まず、方線だけ。方線分引くと、どうなるかって考えると、まあ普通にこうなっちゃいます。方線分ずれてるけど。ただそれに、係数をかけると、まあ、端っこがすげえきつくなって、でも他はあんまり曲がってないですよ、みたいな、レンダリング結果になると。で、まあ、もっと調整したい場合は、この辺で、まあ、スムースステップ使ってちょっと滑らかにしたりとか、うん、みたいなことをしてるっていうことですね。そうですね。うん。なるほど。ご質問が、視線の焦点からどれだけずれてるかで曲率計算したような感じ。視線と方線がどれだけずれてるかっていう感じですかね、小栗さん、今回って。視線と方線の内積を取って、はい、実際の屈折もその方線と視線のベクトルが同じ方向を向いていたら、反対方向か、反対向きに向いてたら、全く屈折しないじゃないですか。そうですね。直行してるっていうんですかね。はい。で、こう、その、なんですかね、だんだん視線がこう、方線に対してこう斜めになっていくと、その、曲がる角度も大きくなるんで、でこれって、なんか、そのまま内積の考え方、同じなんで、内積使ってるような感じですね。そうですね。ちなみに、フェネルの計算に近い感じですか？うん。あ、多分やってることはまあまあフェネルの計算ですね。そうですね。フレネルも内積取ってますので、ね、これ、あの、参考サイトがぶっこ抜いたやつなんですけど、はい。フレネルも内積計算してっていうことをしてますので。そうですね。はい。で、そういうちょっと類乗したりはしてますけど。うん。だから考え方としては、もうそれはフレネルですよって。あ、リムライトとかでよく使うイメージです。リムライトってあれですよね、後ろから照らして輪郭がなんかちょっと光って見えるみたいな、うん、ああ、なるほど、はい、やつだと思います。はい。だからリムライトも後ろから光照らすともう輪郭がすごいあのエッジ効いて見えるんで、だそれとやってることは一緒ってことなんです。うん。はい。だまあそれと近いですかっていう答えに関しては近いですねっていうことになります。うん、そうなんです。勉強になる。はい。ちなみに皆さん、内積がどうみたいな話って、どこまで、結構難しいじゃないですか、内積の話。一応、わかりやすいところがあって、この WebGL Fundamentals のページがあるんですけど、ここで、実際にイジイジしながら、内積を見ることができます。で、内積ってなんやねんって話から言うと、まあ、内積は、まあ、2つのベクトル同士の角度を知ることができるものです。うん。で、今 P1 ベクトル、P2 ベクトルってありますが、同じ方を向いてたら1ですと。で、逆向きに行けば行くほどマイナス1に近づきますっていうのを、つまり内積というものを取ることによって、2つのベクトルの角度、まあ、互いの向きみたいなものを、まあ、知ることができますよっていうことですね。で、まあ、内積っていうのは、まあ、そういう性質があるんで、
ライティングとかによく使われます。っていうのが、ここら辺に書いてます。だから、ライティング的によく使われるのが、方線の向きと光源の向きの内積を取って、それが1に近かったら、ここ見ればいいんだ。ここ。光線方向と、オブジェクト方面方向と。だから、これ内積を取って光の強さを見ますよっていうのが、WebGL のライティングの定石の考え方です。っていうのを、今回は屈折の考え方のところで使ってます。だから今回光源っていうのは視線ですよね。そうですね。視線ですよね。で、このオブジェクト方面方向っていうのは、まあ、方線のことですが、まあ、ノーマルですね。ノーマル。で、ノーマルと視線を比べて、っていうのを、内積でやっているというのが、今回の内積の話です。屈折ってもっと難しいイメージ。いや、僕、今は難しいイメージで言う。自分も難しいイメージだと思います。あ、でも GLSA の組み込み関数にあるみたいな意味でっていうことかもしれない。で、違う人はすいません。まあ、だから、結論言うと、UV をずらしてるだけっちゃだけなんですよね、これ。そうですね、背景のレンダリングしたものの UV をずらし中に過ぎない。ただずらし方にポイントがあって、端ほどずらしたいよねっていうのがよりこうガラスっぽく見える表現で。で、そうそですれをね。そうするためには、まあ、内積とかを使えば、ここが端ですみたいな、そういうことがわかるんで、それを係数に入れてあげれば、端っこがすげえ曲がってるけど、端じゃないとこは曲がってないずらし方ができますよね。っていう実装。っていうのが、なんか大まかなまとめ。っていう感じですかね、フォークレスさん。そうですね、ちょっとですね、まあ、時間前なんでまとめに入っちゃったんですけど、ちょっと他にもね、いろいろ、もうちょっとちゃんと丁寧に、最後ぐだぐだになっちゃったんですけど、ちゃんと説明したいところもあったんですが、ちょっと時間もあれなので、説明自体は、この辺にしたいと思うんですけど、でも、ディスコードでこういうのわかりませんみたいのは投げていただいてもいいですかね、北米さん。僕たちに。大丈夫です。はい。まあ、僕たちにっていうか、僕が答えるか あれなんですけど。だから最後の方、屈折のとこ何言うてんねんみたいなところに関しては、またディスコードでも、ご質問いただくので、ぜひ聞いてください。はい。光源の内積っていつも思うんですけど、ベクトル逆な気がするんですよねっていう。ベクトル逆。さっきのページですよね。向きがってことですよね。ベクトルの向きが反対方向を向いてるんで、このままだと多分、マイナス1になるんですかね。ああ、そっか。内積がマイナス1。これずるいっすね。光線反対方向って書いてますね。これ、よく見たら。確かに。これ光線方向だとこれマイナス1じゃないですか。で、これマイナス1ですもんね、これ、内積。そうですね。でもこれ、光線反対方向って書き上がってるから、1になってるけど またそういう意味で考えたら逆やんっていう、っていう直感的な思い。そういうことですね、確かに。で、僕気づか、よく考えたらそうだ。確かに、光線反対方向って。
なる。単純に内積等とマイナス1になります。なる。うん。逆じゃねってことですよね。これみんなどうやって考えてんだよ。でも。まあ、ここだと、ちょっとずるい感じで、光線反対方向で書いちゃってます、ね。ちょっとですね、僕、ここあんま語れないんですけど、わかりにくいんですよね。わかりにくいですよね。変わります。わかりにくいですよね。その原理は内積取れば、おにゃららっていうのはわかるんだけどっていうことですよね。はい。ちょっと一旦、お時間なので、この辺にしたいとは思います。で、皆さん、ちょっとすいません。最後の方、はぁっていう感じだったかもしれないんですけど、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと、やっぱり、まあ、あのスクリーンの UV をずらしてるだけではあるんですけど、でもそのずらす値をどう決めるかみたいなところで、やっぱいろんな議論があったかなっていうふうに思いました。まあ、今日はね、もうこの辺にしたいと思って、てるんですが、ポクルさん、なんか最後にお知らせとかありますか？特にない、大丈夫です。大丈夫です、はい。ありがとうございます。ポクルさん、本当に、まあ、休日の貴重なお時間、2時間、お時間いただいて、本当にありがとうございました。いや、ありがとうございました。いや、どうもです。本当に説明も分かりやすくてですね、ソースコードもいつも拝見させてもらってるんで、今日お話できて、改めて、嬉しかったですというのがあります。で、あと、ございます。はい、すいません。あと、ご覧になって皆さんも、ちょっと今日 YouTube 初めての配信だったんで、まあ、文字が見にくいとか、まあ、いろんな遅延があったりとか、まあ、単純に俺の説明分かりにくいんじゃっていうのは、まあ、ちょっとあったかもしれないですけど、ちょっとそこは、ご容赦いただいてですね、また次回も来ていただければなと思います。で、もしよかったら、なんか、ハッシュタグで、感想とか、ツイッターに、つぶやいてもらったら、これね、もらえたら嬉しいなって思ってるんで、ぜひ、感想つぶやいてください。で、第3回のね、テーマも、まあ、皆さんもリクエスト募集したりするんで、ぜひ、来ていただければなと思います。ちょっとまあ、個人的には反省の多い、配信ではあったんですけど、でも、実際先生、ホクル先生に来ていただいて、今日は非常に有意義な時間になったかなっていうふうに思います。改めてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、それでは、ちょっと配信を、ここでですね、切らせていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました、皆さん。それでは、失礼します。ストリーミング停止します。失礼します。